ブレーキ？はい。90。悪くないな。93、90、100、103。なんだこれは。もうこんななってる。こうなりましたね。これ今のサスはノーマル？そうです。一応今ダイナミックプログラム選択。なんかサーフィンの大きな波が来た。はい。ダイナミックプログラムです。こっちは大丈夫かな、ブレーキ、はい、80、90、100、99。あ、こっちは大丈夫だね、はい、あ、効くな。だいぶ違いましたね、うん、はい、ブレーキの時はこのダイナミックがいいな、はい、そうですね。で、あのダイナミックじゃない時はオートにしてあるんで、うん、ああいう時は固くしてほしいですよね、うん、オートプログラムなら、ブレーキテストですけど、最初サスペンション、まあオートモード、ノーマルモードかな、オート、エンジンかけた時のデフォルトモードだとオートなんですけど、なんかバネ上がもうボヨンボヨンして、なんかこうピッチングを繰り返すような ABS で、こう減速度がこう、あのしばらくあの減速度の波が出ますよね。それに正直にバネ上が動いちゃってこんなになってたんですけど、ダイナミックモードにするとバネ上のボディがあのすっきりと一定して安心して急ブレーキ踏むことができたんですね。ということで、まあブレーキを踏むときはもうあのダイナミックモードがいいなと思ったんだけど、ブレーキ踏むときにいちいちダイナミックモードには切り替えられないですから、まあダイナミックモードをデフォルトにしてもいいような気がしてます。ブレーキ、はい、ブレーキです。80、90、98、90、100。あれ一瞬なんか抜けました？あ、抜けたっていうかね、これバイワイヤーで、最初一発目ガーンってやった時に ABS が入ったんだよな、はいはいはい、だけどペダル振動がないから減速度だけちょっと抜けた感じ、うん、あ、はいはいはい、スポーツに切り替えました。これはね、岩じゃなくてね、はい、鉄板だなちょっとね、板っぽい、あ、普通に踏むとのアナログっぽいんだけど、急、ね、ブレーキ踏むとちょっと板チックになりますね。あ、じゃあもう一回ブレーキ、スポーツでブレーキです。80、90、100、105、106、105。まあ完全バイワイヤーシステムですからね、はい、若干ずれましたね、それなんかこうね。ブレーキなんですけど、これがちょっとね、まあ、あのハイブリッドなので完全なバイワイヤーブレーキなんですけど、最初の踏み込みでなんか岩っぽいんじゃなくて板っぽい、金属の板踏んでるような感じ で最初の立ち上がりがいきなりロック率の高いところまで行っちゃうんで、そこで一回減圧するんですね。だからその、まあ、ABS ももちろん働くんですけど、その時の減速度がちょっと抜ける感じがあって、まあ、ちょっとこう段階的に行けばいいのに、最初にピークまで行ってちょっと戻されて、でそこから行くみたいな感じなんですけど、ペダルはペダル振動がないから、あの板っぽいままなんですね。だそのフィールと実際の G の出方みたいなものが、あのちょっとドライバーの期待しているものとちょっと違う。それとあと左右でやっぱフロントのロック率高いところまで行くので、ちょっと左に寄ったりとかですね、急性同時の安定性が今一つかなと思いますね。だからやっぱりこの急ブレーキ性能のテストは、まあ、もうちょっとやった方がいいかなという気はしています。